こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は前回の記憶の研究所交換おすすめ超絶編に引き続き、今回は戦技とレジェマテ編でお送りしたいなと思います。はい、で前回の動画、前回の動画に限らずなんですけど、僕の解説動画って基本長くなりがちなんですよね。でまあちょいちょいやっぱり動画がね長いと、中身はいいんですけど、まあどうしてもね、あの長いから見切れないとか、ちょっとね、見るタイミングがね、なかなか作れないとか、そういったご指摘をね、いただくことがあるんですけど、一応、それの対策として、前回の動画については、概要欄とかコメント欄に、動画内の分数とか設定して、そのボタン、分数のボタンを、押してもらえれば、そこの秒数に飛ぶっていうね、目次みたいなものを載せておきました。なんで、前回の動画に関しては少なくとも、それで、シリーズごとに、自分が見たいところに飛んでいただいて、見ていただきたいなというとこです。で、今回の、解説動画から、そのような、対応していこうかなと思います。今後のね、シリーズガチャの解説動画とかも、キャラごとに、なんか分数とかね、目次みたいなの設けて、そのボタンを押せば、特定のキャラに飛ぶみたいな、そういった対応にしようかなと、一応思ってます。ただ、ね、動画を短くすること自体も当然できるんですけど、ただ動画短くしてしまうと、その分、例えばね、今回のような動画だったら、必殺技の名前の羅列とかね、キャラ名の羅列とかになってしまうと思うので、そうなると中身がやっぱなくなっちゃうんだよね。それだとわざわざ動画にしてる意味ってないんですよ。それこそ別にツイッターとかね、そういった、SNS とかでね、書けば、文字で書けばいいっていうだけになってしまうので、それだとあんま動画撮ってる YouTuber っていう、ね、配信者して やってる意味もなくなってしまうと思うので、やっぱね、僕がやりたいこととかっていうことも当然やっぱあるし、ね、そこら辺のちょっと見てる方との、温度差というか、っていうのは当然あるのは理解してるんですけど、やっぱ僕がやりたいことっていうのは、基本初心者とか中級者向けの方に動画作ってるつもりではいるんですけど、初心者の方にね、この技強いんだよと、例えば、メイヤのね、シンクロが強いよ、これ強いから次のドリセルで絶対取った方がいいよって仮にね、例えば例として言った場合ですよ、それだけ言って言う、その動画を終わらせるってことは全然できるんですけど、それだとメイヤのシンクロ強いって言ってるけど、メイヤの何が強いのって、結局使ってみないとどこが強いのかって分かんないよね。で、例えば水の魔法キャラで言えばメイヤ以外にも、ストラゴスだったり、その他ね、様々なね、水魔法キャラいる中で、なんでこの人メイヤのシンクロ強いって言ってんだろうと。で、実際メイヤのシンクロそのまま鵜呑みにして取ったら、その人にとってはメイヤのシンクロより、ストラゴスのシンクロの方が強かったよとか、玉ねぎの方が強かったよって感じる人もいるかもしれないのでね。その辺はやっぱり、こういうとこがメイヤ性能してて、こういうとこが強いんですよね、みたいな説明を含めて、動画にしたいなっていうね、僕の気持ちというか、動画の方針というか、っていう気持ちがあるので、なかなかね、そうなってくると動画もね、短くできにくい感じになってしまうんですけど、やっぱ、そこら辺含めて、僕のライムの動画なのかなっていうところも、申し訳ないんですけど、ご了承いただきたいなというところです。で、当然ながらね、もうすでにもう4分喋ってて、すでに長いんだけど、これ長いなと感じる方は、適時ね、動画を飛ばすか、あるいは YouTube の、倍速モードっていうものが右上にあるんで、右上タップとかね、あるいはクリックしてもらえば出てくると思うので、1.5 倍だったり、2倍速ぐらいにしてもらえればいいのかなと。あるいは先ほど言った通り、概要欄に貼る予定のね、目次とか利用して、うまいこと、申し訳ないんですけど、そういう感じでご視聴いただきたいなという気持ちですね。それでもどうしようもなく長いなという方はもうライム動画自体合ってないっていうことでになってしまうんですけどね、悲しいことですけど、ただしやっぱり僕がやりたいのはそういうことなので、ぜひご了承いただきたいなと、それを分かった上で見ていただけると本当にありがたいなと。これからも動画は長いです。フェスの解説動画とか特に1時間コースとか全然
一応もうやめる気ないので僕が喋りたいことを喋るつもりなので、まあその辺はしょうがない。はい、ということでもうすでに5分、もう長い、行こう。ということで今回はですね、前回の超絶編とちょっと解説方法も変えてみます。まあ今回のその戦技とかレジェマテについては同じ効果でキャラ違いがほとんどなんだよね。なんでこのキャラごとになんかこれが強いよとかいう感じでもないので、うん。でさらに戦技とレジェマテに関してはですね、他の必殺技持ってないと基本的に無意味な仕様なんですよね。例えば追撃レジェンドマテリアあるよね。特定のアビリティ使用した時にもう一回放つってやつとか、あれだけ持ってても高難度って絶対クリアできないわけじゃないですか。その上で覚醒なりシンクロなりそういった必殺技がないとどうしようもないので、ここでおすすめしてるからといって何も必殺技持ってないキャラのやつ取ったところで絶対勝てませんから。なのでキャラごとではなく、まあレジェンドマテリアの種類でこんなものが強いよとおすすめだよというところを紹介していこうかなと思います。その上で皆さんがその自分のね持ってるキャラと照らし合わせて、あ、ライムが言ってるこのキャラの必殺技揃ってるからこの戦技取ってみようとか、このレジェンドマテリア取ってみようとか、そういった感じの動画にしたいなというところです。なんで今回は優秀な種類の、ものを解説して、最後にどんなキャラが持っているかさらっと紹介して終わりたいなと思います。なのでこの動画についてはですね、前半だけでいいかなと。全部見るのめんどくさかったら、長えなと思ったら前半だけでいい。後半は別にキャラ紹介しますけど、まあそれ前半だけで終わってもいい動画にしようかなというところです。はい、それでは早速、まず優先度の高い戦技の種類。僕が思う、あくまで個人的な主観ですけど、戦技だったらこれは取るべきだなと、これは優秀だなというものを紹介していきたいと思います。まあ大まかに分けて6種類ありますかね、個人的に優秀だと思うのは。でまあこの順番通りが優れてるっていうわけじゃないんですけど、ただ並べてあるだけなんで、どれが優秀とか一番優秀とかっていうわけではないんですけど、とりあえず一番上のやつ、これ2ゲージ貯める系の戦技、これはまあ何においても非常に優秀なものだと。分かりやすいところで言うと、まあセオドアとかも持ってるんだけど、ファリスあたりで見た方が分かりやすいかな。ファリスとかね、これか、シルドラの恵み、これファリスだったらシルドラの恵み、これが非常にシンプルながら非常に強力だよね。星6戦技なんで必殺ゲージ消費待機なしで自身の必殺ゲージに貯めるっていうね、これ開幕これ打って次のターンにはもう必殺技使えるからね、2ゲージのやつ超強いね。これどこに行くにしても超使える。うん、オートでももちろん使えるし高難度でも対応、もうどこでも恥ずかしくない必殺技。これは基本ファリスとか、まあ他のキャラセオドアでもいいし、まあホープでもいいですけど、そういったキャラをメインにね、パーティーに入れて使ってるのであれば必須レベル、これあるとないとじゃ全然攻略のね、その戦略の幅とかあと攻略難度とかも格段に変わってくるんで、これはまあおすすめ、おすすめオブおすすめ。まだ例えばファリス使ってるけどこの戦技持ってなかったなって人は今すぐにでも交換してくれ。これは強い、これは間違いなく強い。はい、もうだからファリスだったら例えばチェイン、基本チェイン役とかね、風チェインだったりするキャラクターなんですけど、まあ、チェイン打った後にすぐこの必殺技使って攻撃覚醒なりシンクロなりにつなげるとか、まあ、あるいはデバフのね超絶なりにつなげるとか、そういった作戦でいってもいいし、うん。でまあ開幕ゲージ、極端な話開幕ゲージのレコマテを持たせてあげれば開幕でもう4ゲージぐらい貯められるってことなんで、2ターン目にはもう開幕4ゲージ貯まってるってことだから、もう3ターン目にはチェイン打って4ターン目には覚醒みたいな、そんな極端な使い方も一応できたりします。なんですごい強力ですね、これは必ずゲットしてほしい、これはもう必須レベルマジで。はい、で2つ目ですが、上の2ゲージよりも若干ランクは下がるんだけど、1ゲージ貯める系の星6戦技というものも一応存在してます。まあ、これも分かりやすいところで言うと同じく5の、バッツかな、バッツは早めに実装されたのかな。はい、これですね、風
風の重式まといするやつなんですけど、自身の必殺技ゲージ1貯める。ただバッツって4属性あるじゃないですか。4属性ある中の風まといの重式だから使わないとかっていうのはもったいないんですよね。別に他にまとえる手段があれば、例えば、炎シンクロ、バッツの炎シンクロ使いたいなっていう時でも、これ持ってってゲージ貯めるためだけに持っていって、最初は風まといになっちゃうけど、炎のシンクロその後にどうせ撃つんだったら炎まといに更新されるんで、まといがね、属性まといが更新されるからあんま関係ないんですよね。ただ単純に必殺技ゲージ貯める戦技として使うっていうやり方でも全然ありだと思うんで、これバッツに限らずね、他の属性のキャラについても一緒。なんでこれ非常に優秀。これ1ターン分ぐらい早くなるゲージ、あの必殺技打つのがね。なんでタイムアタックとかしたい、30秒切りとかしたいよっていう場面においてはかなり非常に優秀かなと。まあ、あるいはこのバッツみたいにね、いろんな必殺技使い組み合わせて使いたいっていう場合でももちろん非常に優秀なんで、これ持ってる方は結構優先度高いかなというところ。そして3つ目は、ほぼヒーラーに、今回のアニマレンズの更新でほぼ全てのヒーラーに実装されましたけど、実装というか交換可能になりましたけど、ヒーラー系の基本のこのプロテス、シェル、ヘイスト、戦技、これあるだけですごい立ち上がりが楽だよね。これね、まあ今この FFRK においては鉄壁とプロテス、シェル、ヘイストがもう基本中のキノジみたいなところあるんで、まあこれがあるかないかね、だいぶ立ち回りとかね、アビの持ってく都合とかもだいぶ楽になったね、これね。なんで、でカルディアダンジョンとかも考えると基本的には全てのヒーラー欲しい、なくてもまあ大丈夫だけど、最悪なくても自分でね、自前でシェルがなり、まあヘイスがなり持っていけば済む話なんだけど、可能であればこれ1回で済むから待機なしで、まあだから非常に優秀。まああるいはね、途中の例えばデスペガとかでなんか剥がされた場合、バニッシュガとかでヘイスガが剥がされた場合においても、この待機なしのね、待機なしっていうところで非常に優秀だったりするんで、まあこれはヒーラー全員持っててもいいんじゃないかなと。まあもちろん無課金勢の方だとそんなにアニマレンズも足らないよという問題も出てくると思うので、その辺はね、必要に応じてカルディアダンジョンをこれから挑むっていうヒーラーに持たせるみたいな、そんな感じの運用でいいかなと思います。まあこれは非常に優秀だね。はい。で、それからこの辺から、まあ、そこまで、絶対交換しろっていうね、優先度ではないんだけど、まあ、一定時間、ダメージアップ中、みたいなやつ。わかりやすいとこで言うと、まあ、結構ね、使われる頻度で言うと、エッジは結構使われてんじゃないかなと思ってます。エッジはね、星6戦技でこんな感じだね。一定時間、自身の攻撃、弱点ついた際にダメージアップ中。プラス自身の待機時間に一旦短縮する。これ持続時間が15秒でやや短めなんですけど、まあ必殺技前とかね、覚醒とかシンクロの前にこいつ打ってあげて、まあ威力を上げるみたいな戦い方が基本になってくるんじゃないかなというところで、これ持ってても全然いいと思います。で、ゲージなしだからね、星6戦技なんで、これ強いと思います。はい。それから、まだアニマレンズにはそんなにないんだけど、一定時間限界突破レベルプラス1っていう、戦技もあったりするんだよね。最近で言うとストラゴスとかにも追加されたやつで、まあ他のキャラで言うと、まあアニマレンズの交換所には追加されてないけど、ジェネシスとかね、そういったキャラも持ってるんですが、今回の交換所研究所に追加されてるのはこのカイン、ジャンプレディ、これ超ぶっ壊れなんだよね。これね、戦技で消費なしで、ゲージ消費なしの限界突破レベルプラス1、さらに弱点ついた際にダメージ2ターンアップっていう効果くっついてきます。これ非常に優秀なんで、まあこれも覚醒とかシンクロ前に打ってあげると、まあいきなりね、上限が 29,999 になったりするので、まあ強いです。これは非常に優秀かなというところだったりしますね。はい。で、まあちょっと余談なんだけど、カインについてはもう一個優秀なね、こんなやつもあったりするんで、ジャンプ即時着地、一定時間、みたいなものもあったりするんで、これも使いどころ考えて使うと、まあかなり優秀かなと。だからサイクロンボルトとかそういったものが必要なくなるんだよね。うん。まあカインも結構いろんな優秀なやつ追加されてるんでね、魔改造を経て、様々な魔改造を経てね。はい。それから6つ目ですが、一定時間特定の属性耐性ダウン。
これもね、非常に優秀ですね。わかりやすいところで言うと、ライトニングかな。ライトニングさんも、まあ、アタッカーながらね、普通のライトニングっていうと攻撃のアタッカーのイメージ強いと思うんですけど、弱体化の戦技も一応持ってます、実は。で、星6戦技、どっちだ？これか。これですね。この烈雷ってやつ。これが、星6戦技なんで、消費ゲージ待機なしで打てて、さらに一定時間、雷属性耐性レベル2段階ダウンということになってます。なんで、これ強いね。非常に優秀。で、普通のアビリティよりも、持続時間も長かったりするんで、まあ、なんかのね、攻撃、必殺技とかね、の前に、これ打ってあげて、まあ、最初に弱体化した上で必殺技でね、火力を重ねてあげるというところで、まあ、非常にこれ優秀なんじゃないかなと思います。特に星6戦技ね、ゲージ消費なしだから。あるいはね、これライトニングはアタッカーですけど、サブアタッカーとか、弱体化キャラとかチェインキャラにこういうの持ってるキャラがいると非常に優秀だよね。チェインのおまけでメインアタッカーの補佐もしてあげるみたいな。わかりやすいところで言うとザックスかな。ザックスはね、結構ザックス使い的にはすごく優秀かな。このエアブラスト、これ一定時間風耐性レベル2段階ダウン、これシンプルながらね、ザックスはアビリティで弱体化できないから、これと含めて、まあ超絶とかとね組み合わせて弱体化どんどんさせていくみたいな立ち回りすごく優秀だと思うんで、まあザックスチェイン役にしてる方だったらこれは間違いなく持ってて損はないのかなというところです。これはいいね、こいつはいい、好きです。僕は個人的にはすごく好き。はい、そして次は優先度の高いレジェンドマテリアの種類というところでお話ししていこうかなと思います。この辺はレジェマテは結構人の好みによって変わるし、キャラによってはね、いろんなレジェマテもあったりするし、あと手持ちだよね。手持ちによってやっぱりこっちの方がいいんじゃないとか、特に開幕まといとかね、結構左右される部分があるんで何とも言えませんけど、とりあえずこれだけは誰がどう見ても強いだろうっていう戦技が、レジェンドマテリアが存在します。それが何なのかといえば、このスーパーモンクとか、フリオニールとかが持ってる特定の装備品を装備しているときにダメージアップ中ってやつ。これ 1.2 倍かな？これだから実質ね、このレジェンドマテリア、実質だよ。無条件で 1.2 倍みたいなもんなんだよね。他のキャラと比べても。他のキャラだったら普通に、例えばダメージ1000のところを、これ装備してるだけでダメージ1200出るわけだから。強いわ。これが。で、これ数字を10倍にしてみてよ、これだって。例えばさ、ギリギリなんかダメージ9000ぐらいで、強式が割れないって場面あるでしょ。経験したことあるでしょ、みんな。それが、このレジェンドマテリアを装備するだけで、9000のダメージが1800になるんだよ。それで強式割れるんだから。いや、強えわ。高難度ほど、この重要度ってのはやっぱ上がると思うので、非常に重要だね、これはね。はい。だから、シンクロアビとかでさ、よくこのダメージをアップした時に、まあ、風属性アビのダメージアップ中とかつくじゃない、一旦。それが、このレジェンドマテリアルで、永遠に、半永久的に持続してるんで、最初から。それ考えると絶対強いよね。しかもシンクロとかももちろんね、重複するんで、まあ間違いなく、レジェンドマテリア界では最強と言っていい。最強のレジェマテはこれ系ですよ。はい。なんで、これ系が実装されてて自分のパーティーに入れてる人は、間違いなくこれを交換して装備させてくれ。くれって謎のお願いになってるけど、した方がいいと思います。これはおすすめ中のおすすめ。はい。で、まあ、その他のレジェマテに関しては、まあ、好みなんですけど、もう ほぼ好みになってくるんだけど、まあ、ほぼアタッカーに実装されてる、追撃系の、レジェマテ。ガーランドだったら、この暗黒アビリティ使用時に低確率でもう一回放つ。これ低確率だから 25% だからね。だから4分の1の確率でもう一回撃つよというものです。なんで覚醒モードかシンクロモード中であれば、だいたいまあ、1、2回はこのマテリア発動するのかなぐらいです。ただちょっと注意してほしいのは、まあ当然強いんだけど、追撃が発動すれば強いんですけど、フェーズとかね、絶無、まあ絶無に限らずか、高難度ダンジョンで言うと、フェーズが3まであるわけじゃないですか。そこで、フェーズまたぎとかね、ちょっとタイミングずれたりするから、そこら辺注意だね。本当にターンに、なんかすごい、じっくり、かっちり、
立ち回り構築してる人だったらこのレジェンドマテリア外していった方が安定する場合とかもあるんで、その辺ちょっと気をつけてほしいなと思うけど、基本的にはこれつけてて損はないかな。とりあえず迷ったらこれでいいと思う。アタッカーほぼ全員持ってるから。はい、そして4つ目ですね。あ、ごめん、3つ目だね、ごめん、3つ目です。3つ目が属性耐性ダウン。これ戦技の時でも言った話なんだけど、戦技これレイラーなら分かりやすいかな。うん、このレイラーだったら水属性キャラなんで、この水属性アビリティ発動時に低確率で一定時間水耐性レベルを1段階ダウン。これ非常に優秀なんだよね。これはどちらかっていうと低確率追撃よりもこっち優先した方がいいかもなって個人的には思う。こっちの方が自分だけじゃなくて味方全体にそのダメージの底分けができるってことなので、敵一体に、ね、弱体化付与してあげればっていうことがあるし、であとこれ覚醒とかシンクロとかにもすごい相乗効果で発動確率上がるんだよね。どういうことかっていうと、これ発動時なんで、水属性アビリティ使用時じゃなくて発動時に発動するレジェンドマテリアなんで、例えば覚醒でね2回攻撃するから2回発動の可能性があるわけですよ。2回判定がある。さらに例えばレジェンド追撃のレジェンドマテリア持ってたらそこで3回攻撃になって、そうすると3回発動の可能性があるんだよね。なんでこれ 25% だけど、 25% 以上に一応発動率は高いみたいなところある。 25% の複数回発動みたいなことがあるんで、結構抽選確率としては高いし、まあかなりおすすめだよね。でシーフだったらアクアロアとかね持ってると思うけど、別にアクアロア使わなくても他の水属性アビで弱体化の判定がくっついてくるから、まあ優秀ですよ。サファイアブリッドとかにもこの弱体化のね判定が つくみたいなもんだから、これは持ってたら必ず持たせたいです。これは結構優秀。はい、分かりやすいところで言うと、特に魔法キャラかな。魔法キャラだと弱体化の手段が結構乏しかったりするんで、14のねイゼルとか、イゼルの氷弱体とかくっついてるんですよ。これ非常に優秀で、まあ、氷弱体化キャラっていうと今でもまだかなり少ない状況、今で言うとセブンぐらいしかいないので、で専用アビで弱体化できるキャラもまだ実装されてないかな確かと思うので、非常に優秀だよね。でこれうまく使ってる、自分で言うのもなんだけど、ちゃんとうまくは使ってるか分かんないけど、ちゃんと使ってる動画があるんで、直近で言うとまさにさっき言ったセブンの星7チェーン使ってみた動画でイゼル入れてこのレジェンドマテリア装備して使ってるんで、ちょっと今の話で気になった方はね、ぜひ検索してみてください。謎の宣伝になったけど、はい。そして4つ目ですが、トランス系だね、いわゆるね、いわゆるトランス系で、まあ誰がいる、ガーランドでいいか、またね、ガーランドでトランスあるんだよね。これですな、狂乱の、なんて読むか分かんなかった。フルツアモノでいいのかな。はい、これです。ガーランドが、HP が少なくなると自身の HP 回復して一定時間自身の待機時間を短縮する。でトランス系はねちょっと発動条件難しいんですよ。 HP 少なくなるとっていう攻撃だから、まあ特に割合攻撃だと発動しやすいんですけど、で発動した場合 HP が回復します。全開するのかな、 HP 全開して、その上でガーランドであれば待機時間が半分になります。2分の1になるっていうすごく優秀な効果で、これトランスにもいろいろ種類があって、ガーランドだったら待機時間短縮するけど、他のキャラであれば例えばステータスが上がったりとかね、攻撃がアップしてで待機時間短縮したりとかっていう効果がくっついてきたりしますので、まあ、キャラによって違うけど、これ系は持ってるとすごく優秀で、先ほどのねバフとか15秒間とかではなく、トランスに関しては25秒間持続してくれるから結構長めなんだよね。うん、だから例えば極端な話ね、ガーランドが開幕トランス発動したとしたら25秒間ずっと待機時間短縮されてるので、非常にうまいこと立ち回ることができるということで、お次が5番目ですね。開幕の待機時間3ターン短縮、あるいは開幕1ターン待機時間なしになるっていうキャラいたりするよね。これだね、分かりやすいところで言うとこの暗闇の雲とか、まあオニオンナイトとかそういったキャラが持ってるやつ、これも持ってれば非常に優秀というか便利系かな、どちらかというとね。開幕例えばほとんどのダンジョンで鉄壁とかやると思うんですよ。その鉄壁の待機時間なしで開幕打てるので非常に立ち回りがねしやすいっ
ていうメリットがあったりするし、まあ、例えばオートでもいいですけど、オートでね、あの開幕この待機なしがあると開幕からもういきなりチェーン打てるとか、暗闇の雲であればね、っていった立ち回りとかもできたりするから、まあオートにおいても非常に優秀かな。特に周回系だとすごく優秀かなと思うね。まあガチでね高難度とかやるのであれば、まあ外しちゃってもいいし、外して攻撃系のねレジマテに変えてもいいし、その辺皆さんの好みでもあったりするんですけど、うん、これ開幕の1ターン目しか効果ないからね、その後は何のレジマテ装備してないと一緒だから、その辺皆さんのやっぱ好みだったりも関係してくるけど、はい、これも優秀なのかなというところです。はい、それから6番目ですが、バトル開始時一定時間丸属性まとい。まあこれはアタッカー、ほとんどのアタッカーに実装されてるかな。まあなんとなく今一番上に来てたこのパパリモにも炎属性まといが存在します。はい、でこれがちょっと価値観と、あと手持ちの状況とか挑むダンジョンによってもすごく優先度変わってくるんで、おすすめ、僕は最近もう使ってないんですけどね、これ昔の状況であれば、まあ、すごい強いなと。これ属性まといって単純に属性ダメージの威力 1.5 倍になるからね、めちゃめちゃ強いんですけど、例えばシンクロとか持ってます、シンクロ覚醒揃ってますっていうキャラにこの属性まとい持たせたところで、どうせ後で3段階になるしとかね、それもあるし、あとその最近の高難度ってろくにダメージ通らないんですよ。最初のそのチェインとか必殺は使わない状況での戦うとか、まあ戦うじゃねえか、アビとか使っても全然 HP 減らないんで、どうせダメージ出ないから、それだったら後半にもダメージがね伸びる要素のある、あの最初からついてるレジェンドマテリアのダメージアップショー、あれとアタッカーほぼ全員にくっついてるんでね、アップショーだから 1.1 倍か、常に 1.1 倍のそっちとかね、まあ、先ほどから紹介してる属性耐性ダウンとか、そういったものを装備させた方が、あのバトル中にね有効な場面が多いんですよ。この属性まといっていうのは、まあだから他にねまとい手段が乏しい場合、例えば、オーディン、純白オーディンとかやりたいです、星6魔石とかやりたいです、でも属性剥がしってあるよね、属性剥がしあると思うんですよ。でそういった場合にこの開幕まといと重式の戦技なり、まあ何でもいいですよ、重式系の必殺技挟んでその後に覚醒打つみたいな流れでやると3段階まとめるんだよね。うん、だからそういった感じで、まあ、特に無課金勢の方であまり装備が揃ってない方だと、この開幕まといが有効というかうまく使える場面も出てくると思うので、まあ、そういったキャラであれば交換してもいいのかなっていう感じはしますけど、先ほど言った通りシンクロとか覚醒も揃ってるという場合だったらいらないよね、正直全然いらないと思うので、うん、まあこれは装備揃ってる人ほど、まあ、あるいは魔石系のダンジョンもう終わっちゃってる人ねに関しては、まあいらないですね、基本ね、基本使わないと思いますので、はい、なんでこれは人によって優先度が変わるというところです。はい、それから7番目ですか、これ多分ね、これは僕的にはすごい好きなんだけど、いらない人は多分いらないって言うと思う。これもあれだね、本当に好みの範疇なんだけど、これ例えばセイラであれば銀融指示アビリティ発動時に低確率で味方全体召回復っていう効果がくっついてくるんで、まあ、例えばセイラだったらね、アレグロ使いつつ味方全体召回復、まあ、あるいはクリディツアップでもいいですよ、クリディツアップの歌を歌いつつ味方全体召回復できるよみたいな効果になるんで、個人的には好きです。これ安定度結構違います。エアリスとかがすごい分かりやすいんだよね、エアリスの覚醒とか打った後の追撃にもこれ効果が乗ってくるんで、白魔法ね、追撃が白魔法扱いだからかなんでエアリスの覚醒の追撃に反応して追撃のレジェンドマテリアが発動するみたいな場面だから、めちゃめちゃ回復するとかそういった場面もあったりする。だからまあそういったキャラに対してはすごく安定感があったりするんで、うん、発動すればもうそれだけでね、追撃で必殺技並みに HP 回復したりするからっていうところですかね。なんでこれ非常に優秀で、基本白魔法っていうのは
その専用アビじゃないとね全体回復できないから、そういったところでもう安定度はやっぱ変わってくるのかなと。特に新規勢の方とかだと、まあ、ちょっと回復ねケアルガとかケアルジもまだ取れないような、まあ、ケアルジでもいいけどケアルジしかその回復手段なくて全体回復できないんだよねっていう場面だとすごくまあありがたいのかなと。まあ低確率なんでね、そこまで期待はできないけど、一応あると安定度は変わってくるのかなというところで、僕は好きですかなり。はい。とまあそんな感じですね。とりあえずいろいろもうすでにもう30分ぐらい経ってる。すでに長いんだけど、もうここまででいいです。長いと思ったからここまででいいです。この後まあどんなキャラが持ってるかっていうところをちょっとさらっと見るだけなんで。はい、まあそんな感じですね。戦技と白魔法じゃねえ、戦技とレジェンドマテリアに関してはこんな感じの優先度かなと思います。この番号がね全て優先度になってるわけじゃないですからね。あとは皆さんの好みとか手持ちで変わってくると思ってください。はい、とまあそんな感じで次はどんなキャラが何を持ってるのかっていう話なんですけど、これねまとめんのちょっと大変すぎたんですよ。大変すぎて途中で妥協したんだよね。妥協しました。これはもうしょうがないと思う。しょうがないと思う。できるところまで一応まとめたんで、まあ、こんな感じになってますけど、はい。2ゲージ貯める系だったら、まあ、セオドラ・ファリス、ギルガメッシュ、シャドウ、ヴィンセント、ガーネット、リュック、ガブラス、フラン、セラ、ホープ、マキナ。で、これらのキャラ持ってるんですけど、もちろんこれ研究所に追加されてるキャラだけね、他のキャラもいます。これドリームセレクションとかに入ってるキャラとかもいるし、まあ、最新のキャラはね、まだ追加されてないので、とりあえず今この研究所に並んでるキャラはこんだけいるよと、抜けあるかもしれないけどね、とりあえず僕が見た限りではこんな感じになりました。まあ、いずれもね、使ってるキャラがいれば、優先的にね、交換してもいいのかなという感じ。で、1ゲージ貯める権威はそんなに多くなかったね。ゴードン、レフィア、デッシュ、バッツ、レム、イゼル、パパリモみたいな感じでした。で、3つ目のプロシェルヘイスト系の白魔導士系のね、レジェンドマテ、あ、ごめん、戦技に関してはまあヒーラーほとんどもう実装されてるので、これは割愛しました。ヒーラーは大体持ってると思ってください。足りない ところに関しては自分で確認してぜひね、ゲットしてみてください。それから一定時間ダメージアップ系のやつだね。15秒間持続で 1.3 倍になるやつ。でこれスーパーモンクとかフリオニール、オリオンナイト、ルーネス、エッジパロム、アルティミシア、ディリータ、ガフガリオンみたいな感じだと思いますね。今はもっと増えてると思うんだけど、追加されてるの多分これだけだと思うんだよね。多分ね。はい。で、あと5番目の一定時間限界突破レベル1。これもっと多いかと思ったんだけど、自分で確認したとか調べてみたら多分会員しかいないと思うんだよね、これ。抜けてるかもしれない。もしかしたら他にも実はいるよってキャラいるかもしれないけど、多分今回カインだけじゃないかなって思うんだよね。少なかった。紹介したはいいけど予想以上に少なくてびっくりしたやつ。はい。でそれから一定時間、特定の属性耐性ダウンだね。これデッシュ、アルク、ロック、ティファ、ザックス、サイファー、アーロン、バン、ライトニング、ノエル。意外とアーロンとか弱体ができるんだなと思った。なんか防御ダウンとかね、魔防ダウンとかそういったことは得意だけど、属性耐性ダウンできるんだと思って、僕も自分で見てびっくりした。意外とできるやつなんですね、アーロン。はい。でそれから次ね、レジェンドマテリアの話なんですけど、これはね、レジェンドマテリアね、さすがに無理だった。低確率追撃とかまとめんのは無理。ほぼアタッカーに実装されてるから。あと属性まといとかね、あれもほとんどのアタッカーに実装されてるんで、まあ割愛でいいでしょうよと。まあ結局自分が持ってるキャラのね、アビリティとかこのレジェンドマテリア調べるとは思うので、これは申し訳ないですけど、どんなキャラが持ってるかっていうか、自分のアタッカーを確認してみてください。うん、ちょっとさすがにね、このただこのね、丸々装備時にダメージアップ中、これとかね、まあ調べたので、これ頑張ったからねこれ頑張ったらね、これで勘弁してほしいなと思う。うん、これほぼ網羅してると思う、多分ね。もしかしたら抜けあるかもしれないけど、調べたらこんだけいたわ、今この研究所に入ってるラインナップの中で見ると。でこの中でもやっぱりその現役でね、高難度でも全然活躍できるようなキャラ多いんで、ぜひねこれは皆さん使ってるキャラいれば最優先で交換してほしいなと思う。これは超優秀なんで。はい。で低確率追撃については先ほど言った通り、まあ割愛しますと。
で、あと属性耐性ダウンについてもちょっと割愛 します。そしてトランス系に関しては意外と少ないね。まあ、トランス系はそのレコードダイブで普通にあの手に入れられるキャラとか多かったりとか、まあ、あと一番直近で言うとこのクジャとかね、そういったもののトランスとかは入っていないので、まあ、その辺除くとこれぐらいなのかなという感じですね。はい。それから開幕待機時間3ターン短縮とか、まあ、あるいは1ターンなしのキャラについてはこんな感じになってます。はい。まあ、これも必要に応じてゲットしてみてください。それから開幕まといに関しては、まあ、割愛です。とんでもない量に なるので、まあ、これは割愛させていただくとして、で白魔法アビシ用事に味方全体召回復、これもまあヒーラー大体持ってる感じかな今の現状でいうと。なんでこちらもまあ割愛と、ヒーラー 全般ということで。はい。とまあそんな感じですね。まあ、あの大事なのは前半の30分の部分なんで、この後半はまああくまでおまけというところにしておいてください。まあ必要に応じてね、スクショなり撮ってあの調べてみるとか、そういう感じの使い方でも全然いいと思うので、まあ、もちろんねこの動画開いてくれることが一番の理想なんですけど。はい。とまあそんな感じでした。ちなみにこの動画作るのに数時間かかってますからね。はい。いや、やっぱり長くなったんで、冒頭言った通りの、まあ、やり方でね、あの、ぜひご視聴いただきたいなと思います。といったところで、今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。